よろしくお願いします。丸山、金子、荒尾と外は続きます。2番瞳が人気の中心です。9レース準決勝戦10秒を切りました。針が動きます。5秒前、3秒切って2秒、1つ目の準決勝戦9レーススタートしていきました。1番の荒井が少し転んだのを見たが、2番の瞳、3番の藤岡、ここは瞳がスタート先手を奪いました。3番の藤岡が3番手になっている。外枠勢はどうか。7番の金子大輔が5番佐藤雄二より一歩前に、8番の荒尾、8番手からの競争です。レースは2周目で入っていきます。先頭2番の瞳が抜け出しました。1コーナー飛び込んでくるのは6番の丸山です。2番手ですが、ここは3番の藤岡取り切っている。6番の丸山、体勢を立て直して上がっていきたいところ。4番の岡部、その後ろ7番の金子、5番佐藤雄二、8番荒尾、7番手、1番の荒井。レースは3周目で入っていきます。瞳たけしが飛ばしていきます。2番手は3番の藤岡、さらには6番の丸山、その後ろが4番の岡部です。先頭から4番手まで三陽勢だ。2番手争い、三陽勢で競ってしまう。残りは半分を切っていく。瞳たけしがトップを構想中。バックストレッチ抜けています。3番の藤岡、そして6番の丸山聡、どう上がってくるんでしょうか。2番手争いは3番藤岡、そして6番の丸山、4番手離された位置が4番の岡部。レースは残り2周を切っていきます。逃げ体勢もリードがなくなってきている。3番藤岡が車間を縮めてまいりました。前で追いついてきた。2番瞳、3番の藤岡、そして6番の丸山聡、3名が抜け出して4コーナー立ち上がります。青旗回って残りは1周です。2017年平成チャンピオンカップを取って以来、2番瞳の G1 優勝はありません。そしてここ3番の藤岡和樹はスピードを一度取っています。さあ、丸山は2年ぶりのスピードの優勝戦進出を目指しているが、3番手だ。瞳たけし、藤岡先制ゴール、2人です。丸山3番、2周回1コーナーの3番藤岡選手、そして6番丸山選手、4周回3コーナーの5番佐藤裕二選手、それぞれ審議になりまして、3番の藤岡選手は2着選手、6番の丸山選手は3着選手ということで、ここは2着3着の選手が審議対象、着内審議となりました。上がりタイム、驚異なタイムがまた出ました。 3.357、 3.357。 ただこの瞳選手に追いついてきたのは藤岡選手でした。地元の記念といえば三村飛龍、人気になりました。スタート注目しましょう。10秒切りました。10レースの準決勝、針が動きました。3秒切ります。2秒、2つ目の準決勝10レーススタートしていきました。スタートは6番の佐藤孝也が来ました。佐藤孝也が1コーナー奪っていく。2番手は4番の尾形、スタート切れてると言っています。5番の三村飛龍がインコース狙いたいところですが、尾形の懐上がってこようとします。尾形が2番手なんとか守って、佐藤を追随。6番の佐藤が先頭、2番手には三村飛龍が上がってきた。狭いところこじ開けました。8番二村、8番の中村雅人ですが、ここは中段の位置。7番の佐々木圭ですが、ここは4番手3番手上がってくるところです。先頭6番の佐藤孝也、さあ抑え込んでいくのか。5番二村飛龍です。インコース上がってきたところ、飛んできました。狭いところ入ってきた。1コーナーうまく回っていけるのか。5番二村飛龍がトップを奪います。6番佐藤孝也が二村飛龍の外に車をつけました。
7番の佐々木です。4番尾形下がりました。8番の中村正人はまだまだ5番手の位置、早く残りは半分です。中段の位置、車を4番手に上げました。8番の中村正人、4番の尾形スタート行ったんですけど5番手交代です。先頭は二村飛龍対佐藤隆也、そこに佐々木慶が割って入れるかどうか。4コーナー立ち上がってレースは残り必死を切っていく。二村飛龍がしっかりと攻め上がってきました。先頭2番手広がっている。2番手6番の佐藤隆也が守れるかどうか。7番の佐々木慶がインコース上がってきました。ここも狭いところ入ってくる。7番の佐々木慶が2番手奪う。そしてもう一度切り返して佐藤隆也入れません。青旗回って残りは1周です。佐藤隆也をまくった8番の中村正人、2番手争いが焦点だ。5番に村飛龍抜け出している。2番手は佐々木か、それとも中村正人か。最後の直線に入っていく、開けていくのは中村正人。勝ったのは2村飛龍。2番手はわずかに7番の佐々木系でしょうか。10レースの確定です。10レースの確定をお伝えします。1着5番に村飛龍、2着7番佐々木系、3着に8番中村正人です。5番7番8番上がりタイム 3.376 でした。よろしくお願いします。押し上げていけるのか、前にいけるのか注目です。8番鈴木圭一郎、2番浜野、5番松尾博文の人気825852だけ3連単10倍を切っていました。10秒切ります。針が動きます。5秒前、3秒切って2秒、3つ目の準決勝戦11レーススタートしていきました。浜野は今週のスタート大外から8番の鈴木圭一郎だ。鈴木圭一郎が一気にかましていきました。トップは浜野、鈴木圭一郎が2番手発進、車を内に向けました。インコースすっとまずは入れなかった。2番の浜野が伸び返しています。浜野、鈴木圭一郎でホームに戻ってきます。1番牛沢、7番の篠原、5番松尾、3番阿波です。4番の砂見、6番大木が下がっています。密集のバックストレッチ、浜野に追いつく8番の鈴木圭一郎、2者が抜け出して3番手7番の篠原上がってきて、5番の松尾博文虎視眈々、4番手から3番手上がりたいところ、インコース上がってくるところ、5番の松尾が7番の篠原の懐狙ってきています。上がってきた、こじ開ける形になりました。先頭2番手も変わっていきます。3コーナー飛び込んだ鈴木圭一郎がトップ奪いました。2番浜野が2番手、5番松尾が3番手、レースは残り半分を切っていきます。鈴木圭一郎の独壇場だ。2番浜野が粘りたいところ、3番手5番の松尾博文がさあ追いついてきました。2番手3番手車間が縮まってきている。4番手少し離されて7番の篠原です。点差は残り1周を切っていく。8番の鈴木圭一郎、今日はしっかりと人気に応えてみせる。2番浜野スタート行きました。この位置守りたいところです。5番松尾博文、3番手では明日の優勝戦審査もちろんありません。4コーナー立ち上がって青旗回って残りは1周です。グレードレース連続優勝が見えてきました。2番浜野、久々の優勝戦見えてくるのか。スピードを決定センター、しかし5番の松尾が狙うも入れない。2番の浜野が2番手で待って、5番松尾は外開けていきます。ゴールがスリスリだったのか。勝ったのは鈴木圭一郎。浜野上がりタイムは 3.341 です。
よろしくお願いします。スピード王決定戦準決勝戦ラスト12レース10秒を切りました。針が動きます。5秒を切って3秒前2秒、12レース準決勝戦スタートしていきました。1番直樹のスタート残せるか。4番重富が行きました。3番前田スタート遅れています。5番岩崎も乗っかっていった。7番の木村拓司4番手、8番の青山周平は5番手です。1周の3コーナー4番の重富が上がってくる。木村拓司3番手浮上、青山がその後ろを狙っています。青山が木村のインコース覗きかけたが木村が先攻めです。4番重富抜け出しました。木村拓司が2番手です。3番手8番の青山上がってきています。1番の青木の挑戦は4番手交代、5番岩崎その後ろ6番の若い2番こそ3番前田、レースは3周目に入っていく。4番重富がほとんどリードありませんが先頭を守っている。7番木村が上がってくる。車を内に向けました。3コーナー木村拓司が飛び込んできた。木村がトップを奪いました。4番の重富2番手交代です。逆転があるかインコース、3番手青山周平です。木村拓司が抜け出しました。焦点2番手争い、4番で重富にインコース、8番の青山が上がってくるところまだ入れない。前が重なっている。重富大輔がしっかりと木村をマークしていますが少し内がありました。ここで青山が入ってくる。青山周平2番手浮上、4番の重富レースを作りましたが3番手交代です。木村拓司青山周平一騎打ち、そうなればインコース上がってくるのか。木村が伸び返している。木村が伸びています。先頭木村拓司、2番手8番の青山、青旗回って残りが1周です。青山周平連勝止まるんでしょうか。木村拓司が3連勝か、それとも青山周平が7連勝か。3番手は3番の重富大輔です。木村拓司 VS 青山、最終コーナーに差し掛かりました。木村拓司の懐、青山が一挿しになってきて先制ゴール、わずかに木村拓司。木村選手のタイムです。早いタイムになりました。注目の結果は